キム・ミンソク、新ドラマ、触れそうで触れない、主演に決定、カーリング選手、に変身写真イコールリスペクトエンターテインメント俳優キム。ミンソクが KBS2TV ドラマ、触れそうで触れない、の男性主人公として出演を確定し、ツンデレな魅力でカーリング選手に変身する。KBS2TV ドラマ、触れそうで触れないは原因不明の耳鳴りが生じ、カーリング韓国代表の有望株から候補選手に転落した。ヨンジュが故郷に帰り、かつて思いを寄せていた孫ちゃんとパートナーになることから繰り広げられるストーリーを書く。キム・ミンソクはドラマの中で、カーリング韓国代表男子チームで活動していたが、初対後に男女混合チームに合流するカーリング選手孫ちゃん役を務める。孫ちゃんは自身とチームになりたがらないヨンジュと絡み合い、揉めながら茶目っ気たっぷりのツンデレな魅力を見せる人物だ。特に今年2018ピョンチャン冬季五輪で話題を呼んだ種目であるカーリングを題材にしているだけに、これをリアルに生々しく表現するキム・ミンソクの演技に期待が高まっている。彼はドラマ、この人生は初めてなので、で一人の女性だけを見る純情な男を演じ、わなび彼氏として愛された。また、青春時代に、では青春ケミ、ケミストリー、相手との相性をアピールし、可愛く初々しい魅力をアピールした。また、太陽の末裔、ドクターズ恋する気持ち、被告人、など、作品ごとにイメージチェンジをず、非好評を得てきただけに、今回の、触れそうで触れない、で見せる新しい姿にも期待が高まっている。キム・ミンソクは、意味のある作品を一緒に作ることができてドキドキし、良い制作陣の方々、俳優の方々と共演できて幸せだ。キム・ミンソクならではの新しい魅力を披露するために全力を尽くす。たくさんの声援をお願いしたい、と感想を伝えた。キム・ミンソクはドラマ、触れそうで触れないを通じて、共感できる20代の若者たちのストーリーを書き、再び視聴者を魅了する予定だ。